今日のメインは今日のメインはユミちゃんなんですか。いやいや、そうじゃないの。ユミちゃんももちろんシャマさんでしょ。誰がとりあえず、とりあえずあのコンセプトはそこだけ、そうそう、ほら、言い方がオールスターありますんで、コンセプト、その宣伝を最初とか最後に、ちょっと待って、ちょっと2人つまみ出します。そういうのもどんどん。え、ひとしも行くの。これもちろん。いや、顔がムカつくわ。このネタちょっと温めとこうや、温めとこう。まだ喋らん。でもだからメインはオールスターのっていうネタね。オッケーです、オッケーです。来た来た来た、うっす。さあ、やりましょう。さあ、行こう。さあ、やりましょう。明日、サウナの特賞。ああ。お前らみんな、しゃべれよ。おい。しゃべります。しゃべるよ、ちゃんと、ほんと。よっ。ああ。玉川オールスター、よっ。やっぱ相変わらず仕切るやん。いや、仕切って仕切って仕切って、いいよ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 、すごい。やっぱ斎藤陣やな。陣は走らんの。いや、玉川なんで走りますよ。そりゃ走りますよ。いや、そりゃそうやろ、地元やし。もちろん救助店のバイト入ってますよ。え、陣さん走らんの。走りますよ、これ。走りたいけど走れない。はい、地元さんのお腹空いてます。でも、豚みたいに言うな、半分豚。え、こんちゃん、俺さ、走んの。飲み物は食べたくない。カズマはあるって。カズマは走るんすよ、毎年は。もう走るから。今から走るから。いや、はい、西山宣伝しよったよね。西山の宣伝が結構効いたんですよ。ゆみちゃん何枠？投票枠？投票で。はい。あ、今注文中です。女子枠。女子枠の。女子枠。何人いけるの？八人。女子枠ってあんの？女子枠もあるんや。8人しか、8人しかいけんの。はい、やっぱ不動はあれな、日高のおばちゃんおる。いないです。はい、日高さんいないです。多分9位か10位ぐらいだったんだ。あ、気に使ったら言ったね。8人しかいけん枠で9位か10位です。チュブタも県外やな。はい、8人しかいけないです。女子の特徴なんか、ひとしお前同期多くね。多い。確かに。なんかね、お前同期毎日変えろ。同期多いよ。いや、昨日もずっとやん。昨日もなんか、同期と飲んでたとか。同期と飲んでた。うん。誰やったっけ。お前、この間、お前さん、あれや、あれ、同期じゃねえですよって言ったら、なんか、下ですとか言ったら、言ったら、お前さん。うん。あ、下、下、下。そうだ。何期した、何期した、何期した、何期した。近い、近い。微妙に近い。ちょい下、ちょい下。俺の先輩として扱ってくれよ。何してたの。オールスター。オールスター。オールスター出ちゃう。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 それじゃあ玉川やっちゃいましょう。やっちゃいましょう。ナイス。5月何日11日からやりましょう。オールスターやりましょう。乾杯。しますように。やれるん。やるしかないです。それを兼ねてのボートレースオールスター。斉藤やれるの？やれますよ、もう。玉川のオールスターってもやるしかないでしょ。そうよな。はい。斉藤陣、今、行きたい。開会式。開会式。玉川は、オールスター。乱暴のポンチ。いや、土下座はいくらでもやるんですけど、いや、行かないんで、すいません。そうそう。いやいや、違う違う、たとえよ、たとえよ。じゃあ、ひとし。じゃあ、クリーンのやつね、クリーンのやつ。クリーンのやつ。本番の人たちをちょっと見て。なんで俺らせないんだ。だって、ほら、行く人が言うとあれだから。ひとしが、じゃあ、地元の一番後輩の開会式的なやつ、ちょっと欲しい。
どこで後輩の？じゃあもうじゃあありがたいありがたいわけじゃん。オールスターって。でもお前行くと。12年連続12回目です。おお。マジで？ちょっと待って。そんな大事な話自分の口で言え。お前ずっとなオールスターは行きよった。ジョシさんすごい。本当に？え12年間行ってんの？だってお前何歳なん？22歳。じゃあそこから全然違う。小学校4年生から全然続けたもん。バカだお前。バカだお前。本当に。え、嘘。すごい。人滑っちゃった。10歳。あ、でもそんなこと言わんよね。ね、自慢しないですよ、ね。言わんよ。いやいや。お前大概言うやん。お前らみたいなやつ。でも出る。出るだけやろ。え、どんなやつらに、どんなやつらに、お前じゃない。言うか自分から俺をそうなん。いや俺もうごめん、元氏はさ、うん、あるって知っとうけど人気なんかお前おまけみたいあのグリコのあの、いや俺もうオールスターは一応ちゃんと選んでいただいてます、ありがとうございます。でも出るだけや、うん、いやお前え取ったっすよ。そんななんてないやろ。どお前あるじゃないやろ。俺そんな取ったぜ。あ、住みの優勝してるやん。取ったぜ。だからまだ早いんだって。ほらーまだいいの振ってるやん。取ったぜ、俺さ。いや早いって早いって今振る早いって。もう取ったやろじゃん。うこれ取ったお前がいけんなら俺もいけるよ。早いやん。ひとしさん、マジガシで取ったの何年前なの？おめでとうって何してきたやん。いや、したかもしれんけど、そオールスターっていうの知らない。いや、俺も知らなかった。自分なのそうなんすか。え、何年前？え、ひとし、S字取ってんだ。何なん自分なのそれ。俺、そのいや、S字取ったの知っとるけど、俺オールスターを取ったの知らないった俺。え、そんな不細工な顔してお前、見ろお前。え、あのなんか炭のビットでやったのがあれオールスターなんだ。あれあれオールスターなの？説明に覚えとるやん。なんかあの感動して帰っていく感じのなんか、あれオールスターな。あれがオールスターなんだ。やけんな、今日もな、あのこう来る前にサウナ行って絞って頑張ろうっていう。あれな、それでカメラ位置で良くしようとして。なんかお前えらいドライヤーの時間長くなかった？ピコーみたいな感じで。ピコーって何？今日やっちゃおうみたいな感じで。それで、あ、めっちゃ怒ってる。かわいい。かわいい。かわいい。お前今回なんかちょっと玉がやりすごいやん。これ、すみません。テルキやん。やなやな。はい。明日はやる。明日。会社、会社何？社長生な頼む。でもなんか、え、水道水？水道水ってあります？水道水三つで。すみません、一緒のね。ちょうどいい。おい、ボケたつもり、みんなを困らせるな。美味しい。美味しいね。いやいや。ボンカツうまいのこれ。美味しい。ありがとう。バカなのかな。一つボンカツ。めちゃくちゃうまい。何から全部。一つ食べた方がいいよ、マジ。食べようとしてるあいつに。なんかね、衣がさ、サクサクで。黙れ。なんかね、油が全然くどくない。可愛いな。マジ。こんなやつ12年連続出れる。黙れ。すごいわ。何が人気なんや。どの辺だ。なんだよ。豚的で言ったら。この今のあの辺あのそう旨味ね、旨味旨味こっち？こ右？え、どんぐらい今油あった？豚的に。してねえ。うめえらが全部食ったけわかる。え、どっち？前足と後ろどやぐれ。やさぐれの人し。言おうとしたら全部配られたお前ら。お前本当美味しいな。多分そういうところで多分投票集めるんだろうな。そうですね。ほ
オールスター、ね、なんかそういうのずるいよな、お前な。今のでオールスター1000票ぐらいもらえる。なんかそういうの欲しがるよな、お前。いいな。なんかさ、そういう食ってないのでなんか票集めろってするやん。そう言えば1000票みたいな。そんなずるいよね、お前。ずるいわ。お前、ずっちな。林中学からそもそも権利持ってない。お前ずっちいな。権利持ってないやん。権利とかなんすか、権利って。あなたの権利って何ですか。ええー、なんだろうこと。あ、その権利。当たり前。そう、売ってる。ドンキで、ドンキで、ドンキで売ってるよね。勝ち取れ、また。ドンキで売ってる、ドンキで。勝ち取れよ、自分で。あ、売ってる。どういうの、あ、ニトリの。ニトリで。ニトリの1階の。え、そうなの。カートとかで、それトライアル、それトライアル、あ、トライアルで売っとった、あれ、それトライアル。捕まえた。俺のこと散々いじった。どうしたんですか。どうしたんですか。大丈夫ですか。いや、小太郎さんにキュウリを貼っとった。え、いや、キュウリ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 。キュウリ。お、キュウリわかんない。え。そうね。そうなんすか。え、それ分かる。入っとね。入って。え、距離あった。あ、俺。そんな今取れなくなります。そんな頭してキュウリが食えない。キュウリを食ってしまって。嘘でしょ。嘘でしょ。嘘でしょ。マジです。キュウリが食えない。アレルギー。森田が悶絶だよ。あの歯ごたえが嫌いなんですよ。嘘でしょ。もう前世がさっぱりね。しょうがないね。でもそんぐらいやっぱね、毛穴しててそうなるよ。言えないよ、好きだなんて。寂しいって LINE 来た。グラッチェグラッチェ。違う違う違う。